くるくるとだ。よう、みんな元気か？俺は悟空だ。11月30日にな、もうアップデートあるからみんな見てくれよな。ファーライト84は大猿に変身してるから、次のアップデートとかの何か紹介するぜ。さあちょっと飯でも食って次の予定を知らせるぜ。まずヒーローの変更だぜ。前のアップデートでマギーとかダックサイドとか MKR とか何個か作り直したけども、で次はあれだ、サイファーだ。デコスケに新しいのだぜ。ニューサイファー。サイファーはなんやかんや強化だぜ。なんかタクティクルスキルがスキャンじゃなくてもワープだね。もうママエペの老婆だぜ。あれだな、使い勝手的にはこ待ち時間、これどうなんだ、これ時間的には、悪くないのか。ローバーは微妙にね、逃げスキルとしてちょっと使い勝手悪かったぜ。ロスタイムがあって、見た感じすぐ銃とか持ってるから強いな。これこれでサイフは なんやかんや戦術的にいい感じだから、急に飛び出して EMP 撃ったりできるぜ。これローバーはテレポートした後銃すぐ出せないから、ね、あれだったし、ウルトがちょっと弱い、攻撃ウルトじゃないからあれだったけど、これ強いぞ。これなんかこれでサイファーは積極的になるって言うけど、そんなレベルじゃないぞこれ。ほんでサイファーこれに加えて、みんながずっと待ってた、もうあれね、あれだよ、例のあれ、ロングロングロングマッター、あれだよ、 SSR スキンだよこれね。どうなのこれ、なんでも解決、グズグズ動画。んでな、ワイルドプレイヤー、なんかこのスキンは古典的 なゲームのアーケードのからインスピレーション受けてるぜ。何、どこら辺が。ほんでついでに MKR もファナティックなんちゃら、どっちもバトルパスだね。な、もうどうなん、正面から見せてって、なんかずっと待って期待したと、割にはって感じ。もう水着出せばいいんだよもう。ほんでこれとは別にガッチャで、このなんか変な、こうなんかかっこいいから、よくはかっこいいかのか、人によりけり。そんなバーのスキンだぜ。過酷な砂漠では最も勇気があるやつが生き残るぜ。何言ってんだ。ほんで次マギー、もうマギー可愛いなこれ。サイファーもこういうのにしてほしいよね。極寒の北極で熱々のピザを食べたくありませんか。マギーの新しい SSR スキン、絶対レード以外探す必要ありません。いやいや鍋だろ。なんか今回からゲームがね、芸術的なスタイルに徐々になっていくぜみたいなことを言ってるぜ。解決解決、新しいロビーとかゲームのなんかスタイルとか多くのアイデアをもらったぜ。なんかもうごちゃごちゃ言い訳してるけど、なんかもう頑張るよってことかなこれはね。でそれはもうトレンディーでモダンに見えるみたいな、トレンディエンジェル。中にはトレンディエンジェルじゃないやつが、ヒーローがいるから、そいつをトレンディエンジェルにしていくよってことだね。ほんで最初キャプテンでね、キャプテンはね、あの 3% ぐらいしか使われてないんだぜ。キャプテンはもうなんかデザイン的にも劣ってるということなので、なキャプテンをかっこよくするよってことだね。かっこよくさでやってないんだよこっちはよ。違うんだよ、キャプテンもパッシブとウルトが死にスキルなんよ。スキル3つのうち2つが死にスキルなんよ。もうキャプテンはね、パッシブをなんとかするか、このシールドをもっとね硬くするか、ウルトの出し入れを速くするか、ウルト中のスピードを普通にするかしないと無理ね。3パー超えません、ずっと本当にね。ウルトは近くで使うと強いよみたいな、知っとるわそんな。近づけない、こんな遅かったら近づけないし、逃げられちゃうよもう。ほんとキャプテンする人は少ないから、ほとんどの人はそういうの知らないでしょってディスっとんか、まあ、でもっとキャプテンを知ってもらうのに、今からこの、ね、紹介、新しく紹介するビデオを作りました。 What's that? Captain's dancing? What's that? Captain's dancing?
なんかダンスに音楽ついたって、なんかダンスがいろいろあるよっていうのと、なんだっけ、なんちゅってたっけ、あれだ、キルしたら目立つようになるよみたいなことだから、ちょっと飛ばしますね。ほんでこの後はあれだぜ、あの銃のあのリコイルが難しくなるぜ、 AK、 特に AK、 まず AK ね、もう右とか左とかね、変えたり銃声も変えるぜって、これでライトユーザーできついんよ。別にそんな没頭して練習するの嫌で、こう気軽にやりたいから、こうね、あんまりこうリコイルないからやってたっていうのもあるよね、ほんとね。映像見たか、確かにバラつきすごい、もう見、もう映したくもない、もうあんな、こんなアップデート、なんかそういう練習する余地を与えて長く楽しめるようにしますみたいなこと言ってる。練習して長くやりたいんじゃなくて、楽しいから長くやりたいの。ロングじゃないよ。でモバイル版だとそれ大変なんじゃないのっていうことで、あのエイムアシストを再調整しました。意味わからん、もうなんでエイムアシスト調整して当たりやすくするのに、何あのアシスなんだ、ほらバラエイムね、バラつき大きくするって、もうなんなんそれ。あれかね、もうスコープ覗いたらエイムは敵にすぐ合うけど、そっからの制御は頼んだぜみたいなこと、ほんと余計なこと。ほんでなんか次のアップデートでなんか細かいね、なんかニュースがあの見れすぐ見れたり、なんかいろんな報酬が上がったりとか、こんな感じで報酬もらえるよって分かりやすくなったりとか、プロフィールに来た人、訪問者を見れるとか、人気度が分かるとか、ソーシャル機能については次のような状況を遭遇したことあると思いますぜ。ゲームにログインすると友達が表示され、一緒にプルースするように招待したのですが、すでに対戦中です。待って、そして彼はついその試合を終えました。もう招待をしましたが、彼は再びマッチメイキング中です。 Oh no! Oh, アップデートはこのような不具合を発生しなくなりました。これはね、両アップデートじゃないですか。エペ前、うん、この1個前か2個前ぐらいの動画でも言いましたけど、事前にプレイ中のねところに次どうですかみたいな表示されて、イエスノーが押せて、誘った方は待ってる時間があのあれよ、あの、うん、なくなるっていうの、これね、うん、欲しかったんでね、これは素直に嬉しい。でこれバグね、バグがありましたと。なんか、うん、もら報酬ボタン押せなかったらしいけども、こんなんはもうねどうでもいいかな。最後にね、こう勝った、うん、試合終わった後でいいのかな、なんかハイライトが見れるらしいぜ。これちょっと、これちょっと面白そうだぜ。だけどどうなんだぜ、なんかこのハイライト何千回も見ちゃうよだぜ。 OKOK、解決。今回はあのサイファーのスキンとサイファーのスキル変更と、あの試合中でも誘えるよっていうのはいいことだったぜ。俺は11月30日は絶対アップデートしてくれよな。よっしゃ、余ったな。デコスケこんな髪型だった。 What's that? Captain's dancing? 何してくじくじどうだ。